今セルティックの方にアンジェ監督、まあ、行かれましたけど、彼が1年目を送った時は、まあ、正直かなり戸惑いも大きかったし、もう練習のメニューもかなり試行錯誤しましたけど、でも慣れてくると逆にこれが本来のキーパーとしての在り方の僕は正しい道なんだなっていうことを非常に確信してからは、まあ、練習メニューに対しても、でキーパーに対するコーチングに対しても、またアンジェ監督の信頼に対しても非常にうまく回るようになって、非常にキーパーのトレーニングというのは今までにない以上に、やはり楽しさとかやりがいとか充実感とかやっぱすごく感じるようになりましたね。キーパーに対してはもう今の戦術っていうのは他のチームと決定的に違うものがいくつかあって、もうここに入ってくる前もそれ分かって入ってきてるし、で逆にうちに入ってから僕が例えばそういう戦術的な映像をまとめたものを持ってるんで、映像で見せて納得してもらって、今度グラウンドレベルでトレーニングでそれを落とし込んで、今度は実際に試合でトライしてもらう。だから僕はとにかくこの戦術になれるだけじゃなくて、この戦術を使いこなして、で今まで以上に彼たちが一ゴールキーパーとしてやっぱ成長する、パフォーマンスをアップさせる、でうちでレギュラーを取る、でできたら日本代表になる、でその先に目標があればその先の目標でトライしてもらう。とにかく現状維持のキーパーというのは絶対に作りたくないんで、そういう意味では僕は極力自分の時間を、寝る時間を削ってまで彼たちの映像を作る、彼たちの練習メニューを作る、彼たちのことを考える、まあ、これはもうキーパーコーチとしてっていうよりも、僕は中途半端基本的には嫌いなキャラクターなんで、やるんならとことんやろうよっていうキャラクターなんで、まあ何歳までになってもちょっとそこのキャラクターの、まあ人から見るといいのか悪いのか分かんないけど、自分はそれは消したくないなと思ってます。自分がキーパーコーチやり始めてから今回初めてです。もう一人キーパーコーチがいた方が何かとキーパー陣にとっていいんじゃないかってことは言ってたんですけど、やっぱ2人体制だとキーパーに対して僕だけの意見じゃなくてもう一人鉄の意見も入るんで、そこでキーパーの方も選択肢が増えるんで、そういう意味でも今回の2人体制っていうのは非常に個人的にはいいなと思ってます。一番はまあこれは年のことはもうどうしてもね、皆さん年を取るしこれは仕方ないものであって、どうしても選手との年齢差っていうのは当然どん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 開いていくわけであって、僕なんかしてみると今の選手って自分の子供ぐらいの世代で、下手すると孫に近いんじゃねえかのぐらいの世代なんで、どうしてもそこのところのギャップはやっぱ感じてしまうんですよね。まあそういう意味でやっぱ鉄だと年が当然近いし、高岡なんかも何かで言ってましたけど、僕が親父みたいな存在で鉄さんは兄貴的な存在だっていうのをちょっと聞いたことあるんですけど、まさにやっぱそれで、やはり僕には言えなくても鉄には言えるってものは当然あると思うんですよね。それだけでもやはり選手からしてみるといろんな意味でやはり心の拠り所じゃないけど、やっぱ人間というのはある意味やっぱストレスをためるものであり、やっぱそれを発散する場所、やっぱり人ってのは当然必要であって、やっぱその投獲する人間がやっぱ鉄なんで、
そういう意味ではいろんな意味で選手がその日のストレスを次の日に持ちこたずに、また気持ち的にも、まあ、体的にも、まあ、いい状態で入れるのは鉄のおかげじゃないかなと思ってますけど。まあ、僕らの時のしげさんはもう妥協一切、まあ、今でもそうだけどもっとすごかった。本当に練習もそうだし、僕らに対する期待値というかそれもあっただろうから、それも乗っかってくるから、まあ、毎日すごい練習をしてた。でこんな、ね、練習でどうなっていくんだっていう、どういう意図があってとか。でもそれってどんどん年を重ねていくと、あ、こういうことやりたかったんだとか、やっぱりキーパーってこうでしょとか、まあ、そうキーパーのあるべき姿っていうか理想というか、一番必要なもの、身長は小さい大きい関係なしにっていうところが、まあ、まあプレイヤーとしてもアシスタントになった時に、まあ、やっぱ考えは同じ方向を見てるなっていうのは感じてて、まあ、その分だからやりやすいというか。今回まあ自分にとって幸いだったのは、まあ、自分が教えてたテスが入ってきたっていうのはものすごく大きくて、まあ、個人的には本当に一番いい人材が入ってきてもらって、だから今年彼と仕事を始めて、まあ、数ヶ月経ちましたけど、いまだにやはり新鮮味はありますし、やはり一日一日非常にやっぱキーパーを教えるというものを教えるというよりも、テスト一緒にキーパー陣を、まあ、鍛えれるっていうのは非常に楽しみで、まあ本当にそういう意味でも、まあ、この年になって、まあ、そういう楽しみを、まあ、テスからクラブから与えてもらってるのは非常にありがたいですね。いや、もうそろそろ年なんで、まあ、鉄もすごく将来的にはいい指導者になると思うんでね、彼は彼のもうキーパーコーチとしてのもう道はね、当然見えてきてると思うんで、僕はまたそっちの方に期待して、だから僕は彼の背中をこうやって押しながらも、まあ、今現状クラブから、まあ、キーパーのことを託されている期待をそのままキーパー陣に僕が伝えていく、うん、だから当たり前のことを当たり前に伝えていく、まあそれでいいんじゃないのかなと思うし、あまり自分のことは人々に期待をしないタイプなんで、まあ、今まで通りやっていこうかなと思ってます。